インドヨーロッパ語族インドイラン語派インドイラン語派とは、インドヨーロッパ語族の主要な語派の一つ。さて、無語に属す。約4000年前、インドイラン祖語は、様々な言語に分化して、やがて、イランやインドの諸古典語になった。その諸古典語の中には、アベスター語、サンスクリット語、古代ペルシア語などがある。次第にその古典語から現代的言語のヒンディー語や、ペルシア語になっていった。 また歴史的にこれらの言語は、アラビア語の影響を強く受けた言語が多く、また、インド語派の諸言語は、ドラビダ諸語に大きな影響を与えた。古典語は、インドヨーロッパ語の基本的な形式をよく保っているが、現代語では大きく変化し、例えば名詞の性を失ったものもある。進化した文化の担い手は、インドイラン語話者であったと、一般に考えられている。 インド5群の分布中央5群東部5群北部、5群北西5群南部5群新原、モルジェブ諸語イラン語群の分布、ペルシャ語、パシュト語、バローチー語、クルド語、ホカイラン検書語。ありがとうございます。